ハイスクールミュージカルは2006年にアメリカで放送されたテレビ映画。アメリカ合衆国の架空の高校、イースト高校を舞台にしたミュージカル映画である。アメリカで2006年1月20日にディズニーチャンネルのオリジナルムービーとして放送し、大ヒットした。第58回プライムタイムエミー賞では6部門にノミネートし、2部門で受賞した。本作のサウンドトラックは2006年春にビルボードのアルバムチャートビルボード200で1位を獲得し、2006年度のアルバムセールスで1位に輝いた。また、このサントラアルバムから8曲がビルボードのシングルチャートビルボードホット100に入り、中でもBreaking Freeは最高4位を記録した。アメリカでは2007年8月17日に、日本では10月13日に続編となるハイスクールミュージカル2がディズニーチャンネルで放送された。またシリーズ3作目及び第1部の完結編となる本作初の劇場公開作品ハイスクールミュージカルザ・ムービーが2008年10月24日にアメリカで2009年2月7日に日本で劇場公開された。2009年3月3日ハイスクールミュージカル4がキャストを全3作から刷新して制作されることが発表されたが、実現には至っていない。また、シャーペイを主役に据えたスピンオフ作品、シャーペイのファビュラスアドベンチャーが2011年8月13日に日本のディズニーチャンネルにて放送された。トロイはバスケットボールが得意なバスケ少年で、学校の人気者。ガブリエラは数学や科学を得意とする学校一の天才少女で、もちろん成績はオール A。全く住む世界や立場が違う二人。大晦日の夜に行われたパーティーで、トロイとガブリエラは成り行きでデュエットすることになってしまう。初めて一緒に、そして気持ちよく歌えた二人。しかし、そんな楽しい時間は何時までも続かず、なんとか顔写真を交換したもののガブリエラは姿を消してしまった。そんな二人に運命の再会が待っていた。年明けにトロイの通うイースト高校に転校生としてガブリエラがやってきたのだ。二人を強く引きつけたのはやはり音楽。しかし人気者のトロイを狙っている強烈なライバルがいた。演劇部の部長で目立ちたがり屋のシャーペイ・エヴァンスだ。幼稚園の頃から常に主役の彼女。トロイとガブリエラがミュージカルの応募掲示板の前にいるのを見つけたシャーペイは二人がミュージカルに出るつもりではないかと疑う。そして一時選考終了まで舞台の影に隠れていたトロイとガブリエラは一時選考終了直後にオーディションを受けるというが断られる。しかしその直後に二人の歌を聴いたダーバス先生は特例で二人が二次選考に出ることを認める。今までのトロイとガブリエラに戻ってほしい友人たち。二人に主役を取られたくないシャーペイ。その中でトロイはバスケを、ガブリエラは科学部を続けながら歌の練習をする。集英社の漫画雑誌リボン2009年3月号に麻吹まりによる読み切り漫画が掲載され、2009年2月4日にコミックが発売された。シリーズ3作目、ハイスクールミュージカル、ザ・ムービーを原作としているが、かなり違いがある。ハイスクールミュージカルダンスは、ディズニーインタラクティブスタジオより2009年2月26日に発売された Wii 用リズムゲーム。シリーズ3作品から29曲を収録。本作は以下の作品の影響や、類似点を指摘されている。ハイスクールミュージカル、ボックスオフィス、ビジネス。IMDB、2012年6月10日閲覧。https://jp.loiter.com、アーティクル、イジプジャパン -36 兆8042億209万304。ありがとうございます。